虫部いや、今ね、頑張ってカメラの設置しようとしたんですよ。すごいいい感じの画角見つけて、あ、ここじゃいいじゃんって言ってね、俺一人で盛り上がったんですけど、顔映せないやつ多くね。ちょっと待ってよ。ちょっと一回二人どいて。まあ、盤面をメインにして、俺たちの顔は、ちょっとなんかワイプじゃないけど、切り抜いて、端っこの方に置いとこうかなって思ったら、4人中2人顔が出せん。そんなことあるかねえの。このカメラいるのかしらって感じですけど。良平、あ、ごめん。監視はさ、全部出てる。名前ほぼ出てるよ、それ。野球から。あれ、あれ被ったらいいじゃん。一回被ってきてみて、じゃあ。いや、出てるだろ。なんでいいと思ったの。こっちもダメか。だいたい顔隠す人って、もうこの目、鼻、口全部いって初めて顔が隠れてるって言うのね。どう？出てるよ全部。全部今言ったやつ全部出てるよ。顔が2つになってるよ。ゼロにしたいのに。あ、それめっちゃいいじゃん。それ仮にここ置いといてよ。それここに、はい、仮に置いときます。カーシート流れです。ということで、改めまして、虫部主将、私、哲也による虫神器非公式大会、親椅子杯開催。やっと来ましたね。前回、前々回、虫神器の動画出しましたけども、今、虫部として正式に活動してるのが、まあ、主にこの4人かな？今日はこの4人で、いよいよね、真剣なバトルみたいなものを、まだ見せてなかったので、やっていこうかなと思います。ただ、大会という風にね、前回も、まあ、予告したんですけど、例えば俺と大悟やります。次、流れとカーシーがやりますっていう、その、俺がいない時間を、まだまだ皆さん、虫神器にこう、のめり込んでない段階で出したら、人いなくなっちゃうんじゃないかなということで、ちょっと今回僕は出ずっぱでいた方がいいんじゃないかなということで。いや、わからんよ。わからん。じゃなくて、虫を見に来てる人の方が多いかもしれない。あ、じゃあこれすらいらないってこと。こっちでいいよってこと。今回は3人を僕が突破するっていう形にしよっかなと思います。3人を打ち負かせたら俺の勝ち。勝ったやつが部長ね。え？部長かけてんのこれ。やば。まあ、部長だから何ってないんだよ。何もやばくなかったわ。まあ、皆さんはね、あ、虫神器ってこんな感じでやるんだっていうのを、まあ、見ながら楽しんでいただければいいなと思います。大会開始。それではよろしくお願いします。お願いします。第1回戦は哲也 VS 流れですね。これはですね、タツ兄のことを初見殺しで完封したコスト6の強い虫出しまくりデッキでございます。こんなダサい名前でいいんかな。みんななんかアグロとか水星昆虫とかセミコントロールとか言ってるのに。まずはシャッフルをしたらですね、相手にカードを渡して若干ね、カットして返しますと。でその状態から自分でシャッフルしちゃいけません。まず縄張り6枚で手札4枚でデッキをこっちに置きますと。でじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい、アイコンショー、アイコンショー、何で流れが先行ここを決めますと。先行で、はい、どうぞ。じゃあよろしくお願いします。お願いします。先行1ターン目はドローがなしだけど攻撃はできます。僕はまだ虫神器カードだけは集めてるんですけど、デッキが今日作りました。何、使い方がいまいちまだうまく回せないかもしれないですけど。全然全然ね、そういう人も大歓迎ですから、うちの虫部は。え、何デッキで何してくるのか全然想像できない。頼みます。カブトムシの合致を餌場に置いて、はい、番終わります。はい、ということで高校1ターン目ドロー、餌を貯めます。ターンエンド、よろ、クワガタムシの甲冑、うわ、この人に置いて装備デッキだ。任します。はい、両方ともね、虫を強化するカードですね。ドロー、僕は竜神大ムカデを餌場にセット、そしてターンエンドです。うん、ドロー、古術の岩石を餌場に置いて終了です。はい、お互いちょっとねゆっくりですね。ドロー、動きます。ゼロコスト玉揺らの動き、うふたっと撃を発動します。手札から逆立ちこの葉七節を召喚します。でこれはターン終了時に破壊されてしまいますね。ということで逆立ちこの葉七節で攻撃、神の激凛。じゃあ1枚引きます。はい、攻撃された人は餌場から1枚好きなカードを手札に加えます。飛び出します。何、飛び出された、うざ。ドライヤスですね。こいつは効果で縄張りを破壊された時に場に出てくることができます。でこのままターンエンドすると逆立ちこの花七節はワイラのうごめきの効果で破壊されてしまうので、まだ使っていない2コストを使ってうつせみの皮鎧を装備します。そしてターンエンドするときにこいつの効果で破壊を免れます。無事に残ることができました。ターンエンド、だろ。こうやって僕がコスト6の虫をね、コスト2のこんなターンで出していくぜっていうずるい出来です。餌場に1枚セミの皮よりを置いて終了です。はい、ドロー。まあ普通に行きましょうか。餌食べません。逆立ちこの花なくしでゴライス攻撃、縄張りを引いていただきます。引きます。うん、
飛び出します。もうなんだお前マジで。すごくない？引き。すごいね。それすごいよ。だる。ダメンド。じゃあドロー。1試合目はちょっとこういう感じでね、実際の流れもしっかりと解説しながらいくんですけど、2試合目以降はもうサクサクやっちゃいます。4コス使って、はい。エゾゼミ。ほう。セミです。倒せないので。攻撃力合わせても1100なんで、1800に届かないですね。終了です。エゾゼミの泣くの効果で、俺は、まずエゾゼミからしか攻撃ができないですね。ドロー。もうこのままいきます。逆立ちこの花なくしで、エゾゼミ攻撃。はい。倒して1枚引いてください。はい、ダイン引きます。エゾゼミをエサバに打って5コス使って、ほう、テオゼミ。おお、なるほど。テオゼミの効果、セミのテオで、これが場に出た時、自分の捨て札からセミ科の虫を1つ場に出して良いということで、さっき倒したエゾゼミが、エゾゼミが出てきてしまった。はい、はい、このターンは攻撃できないよね。確か終了です。まあそうね、こいつは攻撃できないから2体じゃ足りないってことで、ドロー。手札から1コスト、カゲロウのひらめきを使いまして、このエサ場から竜神オオムカデを場に出します。でこいつはターンエンド時に破壊されてしまいます。で、竜神オオムカデの効果、翡翠色。このターン終了時までこいつを青か緑にできます。なので緑に変えます。緑なので青に対して倍ダメージ、こいつを倒すことができる。あ、これもお前しか倒せねえじゃねえかよ。なる。攻撃。はい、1枚引いていただいて、逆立ちこの花の節で帝王ゼミを攻撃。攻撃リン。で、1枚引いてください。やばいよ。で、あ、飛び出します。ダーン、鬱陶しい。そしてですね、もう攻撃はできないんですが、あ、はい、飛び出せないね。ゴライアスがいるから。あ、そうだ、飛び出すがいるとき飛び出すは使えません。手札手札。そして攻撃は終わったんですけど、ここまでは竜神オオムカデが破壊されてしまうので、ゼロコスト両乱のあがきを使いまして、手札のヘラクレスオオカブトと竜神オオムカデを入れ替えます。そうすると破壊されるっていう効果が消え失せるので、ヘラクレスオオカブトは残ることができると。ダイン。さあ、コスト6が2体並びましたよ。いやー、じゃあクワガタムシの甲冑を餌に6コスまで溜まった。4コス使って解雇出します。うわっ、解雇だ。解雇はもうゴライアスの飛び出すみたいな括弧の効果が全てなくなるっていう最強の効果ですね。じゃあ2コス使って剣舞転職切断。出た。1体選びます。はい、1体まで選べるんですけど、まあ解雇選んで、餌場から2枚強化カードをつけることができる。これですね、甲冑と岩柵で、岩柵を甲冑真似ます。クワガタムシの甲冑っていう体力と攻撃力が700ずつ上がるカード、そしてそれをコピーするカードなんで、今1400ずつアップして、体力2300の羽ばたくが1700だとまずいですね。ヘラクレスを攻撃します。あー、バゴーン。最高で、くそー、行かれてしまいました。ドロー。まあ、カッコの効果を打ち消すというね、カードでございます。でも普通の虫の攻撃は防げません。で、僕は逆立ちこの花の節の逆立ち返し。何ですかそれ。相手の餌場にある虫を一つ選び、この技を受けた虫と入れ替えるということで、僕はエゾゼムを選びますね。そして逆立ち返しでカイコに攻撃。そうするとカイコは餌場に行きます。ちょっと装備カード全部いなくなっちゃった。逆立ちが見えた時点で餌場に虫を置かないようにしなきゃいけなかったね。そうね、エゾゼミがいたから使えた技だったからね。ということで、ターンエンドでございます。どうします。一世一代の解雇が、4コス解雇使います。やばい。しかしもう流れの餌は4しかない。何もできない。3体で攻撃しても足りません。はい、つければ突破できてる。確かに、これつけて。え、あれ、なんか、なんか解雇が羽ばたいてったけど、なんですか。これ一応大会だよね。あれ、あ、これミンミン全に餌にします。あ、はい、残酷使ってゴライアスに右髪のバントね、攻撃力1000アップね。はい、ってことは1500になりましたね、攻撃力が。セミの変えるんですけど、ドッカン攻撃します。で、これ攻撃で全部野菜攻撃します。ドガーン、やられてしまいました。おい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 、なんか変なことになってきたな。大丈夫かこれ。ドロー。貯めます。ゼロコス玉揺らのうごめきで、手札からネプチューンオオカブトを場に出します。そしてエゾゼミに攻撃。1000ダメージ。はい、縄張りが1枚めくれますね。で、この後破壊されてしまうので、僕は薄めの皮鎧をつけて、ターンエンドでこいつが犠牲になってくれて、ネプチューンオオカブトを残してターンエンドでございます。で、ネプチューンの効果で、ここのね、紹介文が2行になってる虫はすべからくコストが1増えていますんで、カイコも次出すとしたら5コス全部使わないと流れは出せない。餌場に2人形置きます。じゃあ2人形切断を使います。やばい、ゴライアスが最強になっちゃう。どうしよう。これですね。
ダビ。買った。うつせみみ。の価格が2200。でっか。の2対1なのに3回の3回。ダリー。店内に持ってかれるやつ、マジでうざいよな。それに関してはもうどっちも意味ないから。まあね。そうだね、じゃあ攻撃。ネプチューン出てきた瞬間死んだぜ。おりゃドロー終わりです。僕は1枚、餌場に置いて、頼むどうなるかわからない !2 コストを使い、孤独の因果、デッキの、あと1枚じゃん、デッキを1枚表向きにして、虫なら場に出します。虫じゃなかったら手札に加えます。じゃん虫だーヘラクレスオオカルトよー出ましたということで、私はヘラクレスオオカルトのヘラクレス投げゴライアスにヘラクレス投げ手札に戻れちなみについてた装備カードは全て墓地に行きます。イエーイそして残り1コスでできることは特にないので、まあターンエンドでございます。ここにいる可能性もあったんですけどね、ヘラクレスがデッキにいたか。でここで哲也のデッキがなくなったから、流れは哲也のシールドを3枚割らないと勝てない。あ、ちょっと待ってくださいね。孤独の因果の効果でこいつを破壊しなきゃいけないわってなると、いいですか、やっといても。はい、残り1コスあるので、まあ、非公式大会だしね。はい、さっきの分でね、残り1コスで反逆の万有発動します。ヘラクレスオオカブトが破壊されちゃうので、このヘラクレスオオカブトと捨て札のヘラクレスオオカブトを入れ替えますこれで破壊されませんのでね。はい、ターンエンドでございます。で、サーバーに置いて、はい、ここができた。攻撃300の羽ばたく体力1600なので、こいつの体力は残り1300。はい、それじゃあ挽回します。私の番、ドローフェイズ。ど、あ、デッキがないということで、ここで試合終了。どちらかがデッキ切れで、カードを引けなくなった場合は、残ったシールドの枚数で勝敗が決まります。哲也の勝利。いやー、でもこれはね、カイコとゴライアスを装備で鍛えられた時に、まあまあな速度で対応できたというのが勝因ですね。装備には刺さるね、投げたり入れ替えたりなんですね。ということで2回戦第5との戦いでございます。はい、もうデッキお互い決まってるんで、ね、紹介しちゃいましょうか、はい、私はですね、最近作ったバッタデッキでございます。バッタ、まあ、さっきもあった飛び出すっていう効果で、縄張りを破壊された時に手札に来るんじゃなくて場に出ることができるっていう飛び出すって効果があるんですけど、バッタ化とイナゴ化に全部の虫に飛び出すを付加できるっていう術カードがあって、それを発動して全部の虫がバッタとイナゴでできてるんで、何やっても飛び出してくるよっていう。なるほど、デッキでございます。さあ、そちらは。僕はデッキはアリデッキ。うざアリはね、赤色なんで、僕のバッタイナゴの緑デッキにバカ刺さるんですよ。相性がだいぶ、攻撃力はもう純粋に倍ですね。最初はグーチョキポイ。アリは先行あげたくないので、先行いきます。はい、お願いします。お願いします。僕のターンドローないんで、少量バッタ貯めて大の、はい、ここからサクサクいきますよ。はい、バイオリン虫を1枚、バーチャル軍隊アリマイナーを出します。で、橋渡しという攻撃で縄張りを割ります。はい、これね、縄張りの引きマジ大事だから選ぶのはこれだ飛び出すか。なるほどね。で、終わりです。はい、ドロー1枚、下辺に大バッタを貯めて、1コス、泣きイナゴ召喚。はい、ダメだ。1枚引きます。バーチャル軍隊マイナーを餌場に置いて、バーチャル軍隊メジャーを出します。あ、もうアリがいっぱい出てきた。軍隊アリが、バーチャル軍隊メジャーで、自分の場にいるアリカの虫の数かける200のダメージを与えるので、2体で400ダメージで泣きイナゴ攻撃します。余裕でしょ。じゃん、マイナーの橋渡しで流れていきます。おりゃ。で、橋渡しの効果で次のターン相手はこれ以外の虫を攻撃できないので、マイナーから攻撃ね。そうです。で、終わりで、残り3枚ドロー。なるほどね。どうすんのよマジでやばいね。砂漠飛びバッタを食べます。はい、3コスト、大麻の火薬火メジャーを破壊します。はい、ターンエンド。じゃあ1枚引きます。はい、ぬかでの狂乱を餌場に置いて、はい、バーチャル軍隊リメディアと、もうヒアリを出します。おーい、どうすんねんマジでこれ。まずバーチャル軍隊リマイナーで、はい、ジャッジを攻撃します。これバーチャル軍隊リメディアで1枚引きます。はい、ヒアリで攻撃します。はいはい、で終わりです。ドローフェイス。ドロー、どうすんねんマジで。術カードがない。とりあえず僕のね、バッタが飛び出すようになるよっていう術カードを発動するってデッキなんですけど、縄張りがなくなったんで意味がなくなりました。ただのバッタで構成されただけのデッキになりました今。まずいねー。殿様バッタを食べます。はい、そして、はい、はあ、少量バッタを4コスで召喚します。はい、500で倒します。はい、倒れると1枚。はい、手札を引きます。
タイマーに変えてきて。あぁお前なんてことしてくる。攻撃します。あぁきめぇきめぇおい、俺のバッタ飛び出す一番下におるし。その次だし。それを序盤に出さんとね。これ3ターン目までに出さないとマジダメなんだよな。相性が悪いっすね。ありとだいぶ。そう、スピード感あって、赤のデッキに、このバッタは絶対にダメかもしれない。まあ、これをね、負けは負けだということで。大悟くん、第1回、おやつ杯、優勝一勝しただけで。第1回おえず杯はこんなことじゃ終わらないよ。倒すまでやっていいですか？今のデッキで来ていただいて。わかりました、はい、今回いろんな対戦見せたいなということで、何やらこちらのオレンジ色のデッキでいきたいと思います。はい、タクッと終わるのもね、また虫神器のいいところです。そうです、ね、最初はグージャケポイ、はい、こっしょ先行で、はい、どうぞお願いします。じゃあエサ場にヤブキリを置いて場に黒山アリを出します。はい、で黒山アリで攻撃します。早いんですよね、アリは。で、終わりです。ドローフェス、ドロー、ゴライアス、大津の花うげりを貯めて、ターンエンドでございます。はい、エメラルドゴキブリバチを置いて、バーチャル軍隊マイナーを出します。またマイナー来た。バーチャル軍隊マイナーで、きます。これ、はい、じゃん。クレアマリの状態で攻撃します。じゃん、はい、飛び出しました。あぶねー、ゴライアス、ゴライアスが飛び出した。これはでかい。終わりで。ドロフェス、ドロー。これはでかいよ。アリの天敵が。じゃあ僕はですね、はい、アレクサンドラトリバネアゲハを餌場に置いて。アレクサンドラトリバネアゲハ、餌場で大体ね、どういうデッキかが分かってきますから。はいはいはい。ゴライアスの踏み潰すね、前なに攻撃。はい。1枚、ハサミ引きます。あ、で、飛び出すが出ました。だー、飛び出した。ハサミ虫が飛び出しました。はい。ダメだ。バイオリン虫を1枚、床での狂乱。うわっ、攻撃力が全ての虫、このターンの終了時まで300増えます。何？浜辺ハサミ虫が400で、残り400で、こいつが虫の数かける100上がってるんで、200に300かける100で、攻撃900で倒せます。うわー、倒されたゴライアスが。で、終わりです。ここ大事、ドロー。餌場にヘラクレスオオカブトを食べます。3コスト、はい。アレクサンドラトリバネアゲハの幼虫を召喚、はい。攻撃力400、はい、かじるで黒山に攻撃、はい。はい、そしたらゼロコスト白夜の羽化を使います。自分の場の幼虫を餌場に置いて、手札から成虫を召喚します。はい、成虫のアレクサンダルトリバネアゲハ、神の吸引、1000ダメージやります。でよし、そしてこいつの効果は毎ターン、こいつが最初に受けたダメージをゼロにすることができるというね、バリアが1枚貼られてるよという効果ですね。はい、さあどうぞ。バイオリン虫を1枚、はい、終わります。おっと、あえて貯めません。アレクサンドラトビリバネアゲハで神の吸引、1枚終わります。はい、あえの3コスト使ってタイマーの帰り、返します。バゴーン、まずっ。ただあと1コストだからな。危ないぞ、これ3体出されたらおしまいだったけど、さすがにコスト的に出てこない。メディアと黒山アリを出して、あれあれじゃない、1しか出せないんだ。あ、そうか、黒山アリだけ出します。はい、1枚終わります。バリン、終わりです。ドローフェス、ドロー。いやー、ここ悩むな。下手に割ると手札を増やすことになっちゃうので、4コスト使って口寄せの時さなぎ、はい、手札から虫を1つ選んで召喚いたします、はい、応援魔判明、はい、でこいつは口寄せの時さなぎはこいつに装備カードとしてくっついて、これがついてる間は攻撃できません。相手のターン終了時に破壊されるので、次の俺のターンから攻撃できますね。ターンエンドでございます。バーチャル軍隊メディアを1コスト出します。こいつの攻撃で、攻撃時ターン終了時まで攻撃者虫の色を緑にします。なるほど、こいつが緑になる。はい、ブロック与えて残り1500の緑です。1500の緑、こういう突破できるな。そんなの、もう1個使ってバーチャル軍隊を出します。黒山アリが虫の数かける100なんで300になって600ですね。倍だから600、1500から残り900。はい、ここの2体を何生贄にリオックを出します。ドア、リオックの紙ちげで600なんですね。1200バーゴーンと、でそれが割れます。はい、でメディアでとどめです。完璧。デッキ選んだよね、強い。油断したー、来ないと思ったのに。出し惜しい。アリデッキさ、レジェンド1枚も入ってないんだよね。それ安い、強さやばいよ。ちょっと待って、違う、ま、うわ、マジか。もう一旦耐えれると思っちゃったわ。もうこれ動画ではカットされてるけどさ、今ダイゴと5回も戦って5回負けてるもん。言うな、おい、なんかめちゃくちゃ大嘘言うな、お前。その素材あるもんなら出してよ。
ここに時計置いときゃよかった。もうちょっと、なんかもう、めっちゃ早く行こう。説明、解説しません。最初、グー、チェック、ポイ。高校で。なるほど、私、先行、プラチナ小判で貯めて単位の。リオクを置いて、豆挟み虫、挟む。飛び出すの虫で攻撃してくると。はい、と、口寄せの時さなぎ貯めて単位の。エメラルドゴキブリたち。バーチャル軍隊メジャー、はい、浜辺挟み虫で攻撃します。飛び出せ。バーチャル軍隊メジャーで攻撃します。飛び出せ。はい、終わりです。捨て身の兜投げを貯めて3コスト大魔の火槍火でメジャー倒します。はい、ターンエンド。バーチャル軍隊マイナー、もうどんどん出てくる。ガチな効果に出します。あー、もうどんどん出てくる。待って、それリオックじゃないだろうね君。それがリオックだったら困るよ。浜辺挟み虫でメジャーで攻撃します。でん。はい、バーチャル軍隊にマイナーで1枚終わります。でん。はい、プラチナコバで1枚終わります。でん。はい、リオクじゃないです。おー、くねー。終わりです。餌裏返せるよ、白金タックル。あの、プラチナコバネ、ね、プラチナコバネを、はい、プラチナコバネの効果でプラチナコバネを裏返します。あぶな、マジでドロー。プラチナコバネ貯めます。4コス、血寄せの時さなぎでヘラクレス大兜召喚します。はい、そして0コスト、セミの兜投げで時さなぎを破壊することによってマイナーを破壊します。はい、そしてヘラクレスは攻撃できるようになりました。はい、ヘラクレスでプラチナコバネに攻撃。はい、1枚終わります。はい、こわ、マジで火薬火で負けなんだよな。攻撃しないで終わりです。はい、お、来た、ドローフェス、ドロー。ゴライアス貯めます。3コスト、アレクサンダルトリバナゲハ、かじる。はい、1枚引いてください。はい、そしたらですね、白夜の羽化を使って幼虫をこちらに置き、はいはい、アレクサンダルトリバナゲハ召喚しまして、はい、センダメージ。はい、終わります。あ、そしたらヘルクですね、神の角突進。はい、終わります。ターンエンド。お願いします。ついに来たぜ、これが俺のやりたかったこと。クレアマリを1枚置いて、バーチャル軍隊メディアを1枚出します。バーチャル軍隊メジャーを出します。バーチャル軍隊メディアでこいつに攻撃します。で、色を緑にします。はい、しかも膜も剥がれた。こいつが自分の場にいる場合の数って200なんで、今度100で倍なんで倒します。ジャスト、バーン、終わりです。ドローフェス、ドロー。ここは行くしかない。ロッコス、ヘラクレス大兜。はい、そして、そして、神の角突進。はい、1枚、はい、割れます。神の角突進、1枚、割れます。ターンエンド。さあ、ヘラクレス2体、そして第5の手札は7枚。7枚でこいつを崩すことができるかな。ワイオリンでしょう。うわコスト4でできることって限られますよ。1コストでバーチャル軍隊メディアを出します。はい、1コストでバーチャル軍隊マイナーを出します。はい、2コストでヒアリを出します。うわ、いっぱい出てきた。バーチャル軍隊アリメディアでヘラクレスを攻撃して200で緑にします。残り1400の緑になりました。はい、ヒアリで赤のやつかける200ダメージなんで800の緑なんで1600ダメージ、うん、破壊されます。マイナーで一応攻撃してきます。橋渡しでこいつしか攻撃できなくなります。あ、次のターンね。で、はい、終わりです。ドローフェイス、ドロー。3コスト、大魔の火薬火で倒します。そして3コスト、はい、アレクサンドラトリガネガフの幼虫、はい、カジルで400ダジャスト。はい、ヘラクレスで攻撃。はい、ターンエンド。1枚引きます。さあ、一掃したぞ。ムカデの狂乱を置きます。はい、3コスト使って大魔の火薬火倒します。うわ、ヘラクレス、おい待って、それ大丈夫かな。ハマビ挟み虫、お前か、危ねえ。1コストくれ。うわー、なるほどね。ギリギリ倒しきれないです。こいつは自分の武者からつけて100ダメージなんで200の400。400ダメージ、200ダメージで死ぬと。終わりです。危ねえ。ダイレクトがね、怖かったか。で、手札0と。はい。ドロー。なるほど。僕は手札が2枚。行くっきゃないね。もうさ、怖すぎる。タイムの帰り火2枚出たっけ、今。1枚にします。帰り火1枚しか使ってないの。2枚入ってて、それ引かれたら終わりなんだよな。かけるしかねえ。6コスト。大牙、薄葉神器、神の牙無双で攻撃。笑います。はい。頼む、頼む、やめてくれ。あと3枚だね。1枚引きます。なんだ、何を引いた、何を引いた、ふっ、ふっ、ふっ。バイオリムシだ。終わりです。あぶねえ。ドロー。アレクサンダー・トリバネアゲハ召喚。うわー、やばい。すごい、1500万な体力。こ、危な。トリバネアゲハに殺されちゃう。1000ダメージで2000ダメージ。そして神の牙無双。うわー。よし、これはもう超えるんだろう。どうぞ。2体並べればね、火が出てきた。なんだ、終わりです。ドロー。神の吸引。はい、さあ、そして神の牙無双。よっしゃ、勝った、危ねえ。
いや、いい試合だったな。めちゃくちゃいい試合。僕、あ、でも左だったら、やられてた、800だったんで、こいつ倒されてますね。あぶね。縄張りお互いゼロになってからこんだけ続くの、マジでヒヤヒヤするね。やっと勝ったね。もうやっと勝った。2回と1回で、いや、そんなやん。じゃあ最後、さあ、お願いします。ラスト。ラスボスだよ。さあ。さあ、ということで決勝戦、ここまで壮絶な試合を勝ち抜いてきた私哲也と無視部、現在最強っぽい男、川島でございます。俺大悟に負けてんだよ。カーシードデッキはですね、現在の環境でほぼ最強と言われている水星昆虫デッキですね。そして対する私、タイタンオオウスバカミキリを使った巨大昆虫デッキですね。最初はグーチョキボイ。いや、ここは先行でいいかな。先行いきます。カヤキリを餌場に置いて終了。全般で終了。はい、アシナガオオコブハギスを貯めて、ニコス群青オオコブハムシを場に出します。こいつは戦闘で負けると餌場に来るっていうね、餌とそうですね。どうぞ。攻撃しない。攻撃しません。はい、きます。ゴライアス貯めて違う。お、なるほど。ドロー。もう一丁アシナガオオコブハギスを貯めます。2体落としてしまった。そして3コスト宝石ゾーンを出します。ないの。倒したくないんだよね、それが来るとね。こいつは倒すとここに行くんでも実質5コスですね。貯めて終了。割ってくんねえと話にならないんだよな、正直。ここのカードが大事な可能性高いからね。ターンエンド。貯めて終了。ドロー。すごいよね。取り出す取り出す取り出す、変わるから。出しまくっちゃう。いいや、出します。宝石ゾウムシ攻撃してこう。群青オオコブハムシで攻撃、じゃあ宝石ゾウムシで攻撃、宝石ゾウムシで攻撃、ターンエンド。手札何枚？7枚います。うわー、もうそこに来ちゃやばい。徹夜のシャッフルにやられてる。飛び出すとカバウが全然なぶりにない。これで俺は虫出さんと負け確なので、次俺がもう一体出したら負けちゃうからね。4コスト払わん。こいつはね、樹液酒場っていう効果で自分の青餌2つごとにコスト1減らすので、今青餌が5枚あるから2枚2枚でコストが2減って4コストで出せる。強いな。強いよね。神の大顎で宝石ゾウムシ。はい、バリーンで倒されて餌場に行きます。そして1枚ドロー。1コスト最高値。こいつは水性昆虫で同じ効果ね。同じ効果、1コストで出す。2コスト下がってるからね。こういうデッキなんです。スメマサミで宝石ゾウムシ、バリーンでこっちに行きます。1枚引きます。2倍です。はい、単勝ドローフェイス。ドロー。1枚貯めます。5コストの巨人つゆ虫。緑餌のやつね。緑餌が3枚以上あれば攻撃ができます。1000なんで前の2000ダメージ、はい、パラワン攻撃。ここちょっと出したいね。ターンエンドですね。さあ、ダブル引いた。飛び出す、飛び出さない。飛び出すは強制じゃないからね。そう、飛び出さないこともできるからね、じゃあ絶対飛び出すのカードや。次、餌にするのかどうかとか、ね、引いてきます。はい、引きます。水星昆虫はこれで3コストダウン。しんどいぜ、これバカみたいに出てくるからね。破壊にかかるか。2コスト3コストダウンだから5コス。タガメでやー。800の2倍の1600で巨人ツユムシを倒します。バリーン。残り4コス5コス出しといて。信じられないね。最高打ちで群青コンハムシ。じゃあ餌場に行きます。1枚引く。1コストで青花潜り出します。はい、花粉食い。この技は一度しか使えません。相手の餌を一つ裏向きにできます。でゼロの攻撃でも縄張りは割れるのでは。はい、でバリーン。アシナガオオコノハギスを裏にします、はい、ここで終了にします。はい、ドロー。なるほどね。手札何枚？4枚。4枚もあんの？ 1 貯めます。虫の息吹で8に引いて。めっちゃ大事だよね、ワンプレイワンプレイがさ。めっちゃ大事ここ。6コストタイタンオオウスバカミキリ。来たー来たー。こいつは巨大甲虫という効果があって、餌が8枚以上あったら体力攻撃力が1000増えるんで2500の2000。2000はやばい。まあ2コス余ってるので、ウチセミの顔より。これがまあバリアの効果ですね。1位マジで。2500が2枚みたいな。これがこのデッキの趣旨ですね。あ、さすがにタガメだよね。タガメに神の極むぞ。はい、ターンド。硬すぎる2500。ここでやっとかねえともう一体くんだな。しかもウチセミはね、倒しきった後に一旦タイタンがマックスまで回復するんで、綺麗に2500超えなきゃいけない。食べます。7コスまで溜まった。4コスト。はい、パラワン。パラワン来た。3コスじゃない。お、
散歩できるか、うん、4削ります、1000ダメージ、はい、残り1500、400の倍で800だから700、残り700、ゼロコストナニアメンボ、はい、水星ポンチ400で残り300、ゼロコストナニアメンボ、水取り針の400で、これで1攻めの顔色が変わりました。絶対終了です。はい、ドロー1枚餌場に食べます。9 2コスで打ち攻めをつけます。うわー、そして草薙の豪華発動、えぐっ、マジか、自分と相手の全ての虫を破壊しこのターンを終了するということで全部破壊そして俺は打ち攻めの川鎧を破壊して免れます。5枚破壊はでかい、やべえ。そしてこれでターン終了です。気持ちいい、これが引けないってのも辛いね。さあ、タイタンを倒された挙句ダイレクトされなければ、エグすぎる。これ2枚出したバンドも負けちゃうんで、1コスト青花むぐり、1コストチッチしてるんで、まあ一応花粉食いして、うん、足長オーコンハギソを何にしておられて、はい、ターン終了です。ドロー1コストためます。10コストになりました。タイタンオウスバカミキで神のヒバムソ、はい、さあ、なんだ、見出さない。手札から4コスト使って早切りを召喚、300ダメージ噛みちぎる。そして残りは6コスト手札からタイタンオウムサガリキを召喚、神の気が嘘優勝入りました。つねー、ありがとうございました。ありました。いや、いい試合だった。草薙えぐい、マジ草薙刺さった、虫燃えすぎ、あちぃ、まあいい勝負だったな。いい勝負、パラバンもちゃんと2体出てきたしね。タイタンの打つセミはね、無理。はい、ということで第1回オエズ杯優勝者、私哲也でございました。ありがとうございます。大悟の勝利は普通に消されたな。俺が勝つまでやれば絶対優勝じゃないか。あと一応こちらがね、今回の優勝デッキレシピとなっておりますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。今後どうやって動画出していこうかっていう、難しいよね。絶対ついてこれねえだろうなっていうね。まあまたね、このメンバーが定着してきたりしたら、普通にトーナメントしたりとかやろうかなと思いますんでね。今回はこんな感じで、虫神器でガチで僕たちがバトルするとこんな感じになるよっていう雰囲気紹介でした。はい、まだまだ部員募集しておりますので、ね、僕たちの周りで虫部入りたいなという方はぜひ申し出てください。譲れるカードいっぱいありますんでね。一旦参加は、ね、いろんなデッキ貸すこともできますんで、楽しくやりましょう。前回の動画から部員は増えましたか？なんとですね、ゼロなんです誰からも問い合わせなし。もしこの動画の再生数がね多くて、コメント欄の感じも人気だなって思ったらね、視聴者さんと戦う機会なんてのをね作っていく可能性もなくはないですね。もう今初手であのゴライアスが飛び出すぐらいの確率ですね、今ちょうどということで、皆さんぜひ虫神器楽しんでいきましょう。また次回のオエズ杯でお会いしましょう。さよなら。